はい、どうも皆さん、こんにちは。会長です。今日はですね、先日第50回ウィークリーカップという非公式大会を僕のチャンネルで配信しました。そこで、配信始まるまでちょっと暇だったので、予選の方で、僕がね、個人的に注目する一戦をね、選手の方々にお願いして観戦させてもらってきたので、よければ一緒に見ていってください。BO3 が2回かな。で、ちょっとだけいつもよりボリュームあるんですけど、運営のね、スタッフの皆さんと一緒に見てきて、3人かな。で、計4人で、だらだらね、リアクションしながら喋ってみてきたので、ちょっといつもの解説と違って、僕の話は参考になるかわかんないんですけど、僕のチャンネルで、他の、上位勢の、視点を移すことってなかなかないので、参考になればなと思います。では、どうぞ。練習してきます。はい、行きましょう。みなとよろしく。俺が じゃあ、俺と FC 100機第1試合見ていきましょう。それでは行きます。3、2、1。2、1、ビビークリー。イェーイ。イェーイ。ちょ、ノリがまだ。まだね。これも最初掴んなんでいできね。ましょそう、最初なんで、そうっす。最初なんで。本番は恥を捨てて。みんな恥捨てるしかないんでね、正直。はっちゃけるぐらいでもいいっす。この編成でどうやって戦ってきたのかめっちゃ楽しみなんだけどな。ボイドモノクまでに見たい。ビオレッタ。ビオキララで。ええー。何これ。なんか、ジッパカってこんなステージ面白いんだけど、ガルガル入ってる。あ、これ、あれですね。シーズン中と同じような感じですね。どっちもガルガル採用してブルーる。ジェイさんたちは。なぜフェルファの音。やっぱ耳なんだなぁ。モノクマの方に回復入ってるから。いや、それ外したか。これ結構、なるほど、なるほど。だよなぁ。ただ、お、来てる、入ってる。キエルちゃそん。れは？吹っ飛ぶなぁ。すげえ、こガれ、ルガルっなるて。ほどな。でも、デルミンが赤桜なんですね、アンジュじゃなくて。珍しいですね。なんなるでなんだほど。ろう。さあ、キララがちょっと厳しい。ガンいや、でもナこー、れ。赤チームガンナーいないから、ボイドもデルミンもなかなか落とせ捉えないできすれよない。ね。切れないなぁ。デルマミンジだスけでケ。きるか。そうだね。多分、スタンとか当てたのをデルミンが回収する的なスタンスなのかな、これ。マジスクいケアでデやルミンがちゃんと先イエーガー張ってんのが偉い。えらい。でもこれ、HL？ やられ当たった、当たったる。けど。わははでもそっち行っちゃったら追撃できないか。弓玉ちゃんと入ってる。いや、ビオレッタこれ溶かされる？これ、マジ？すげえいるかもな。しんない。いや。デバフで、あれか、防御下がって。いい、耐えた。けど、二陣広がりきっちゃってますね、どっちも。キララもアバカンだけじゃボイドダメがあるんで、やれないっすよね。やれない。来てああ、るアハバマっカンだた。かー。いやー。つなげなんないからな。厳しい赤チーム。厳しいね。竜も進化一発も溜まってないですからね、これ。いや、うますごい。うわ、すぎるかもな、そのまで。そのリラクルの可能には。いや、しかもキララも落ちた。いや、美容中が、レベル1号か。1号きつ。美容が溜言まわるないっんていいですで、ね。こっから。美容が溜まって。溜まってもだけどなぁ。溜まってもだけどなぁ。どうすんだろう、これ。デルミンも溜まってますもんね、どっちも。キララもうすぐで溜まるけど、溜めないっぽいですね。なんかなん逆か、転軸にあんまり関係モノない。クああ、マそうにか。対しての回答が薄い。あ、でもこれ細すぎて当たってない。ゲルあ、ちゃしかもこれ来てる。んも、あー、当たってない、キこテラれ。も当たってない。あ、でも、あー、ガルガいルや、か。ガルピコ。ガルから積んよ。で、ボイドが上来て、耐久っすね、そのまま。おお、すげえ。
だって4キル対1キルってやっぱめちゃくちゃ死んでないのが偉すぎる。硬いなぁ。死んでない。硬いんだよなぁ。これヌンジンさんたち相手に先に3点取んないとだいぶきつそうですよね。あーきついっすね。きつそうっすね。なんかはめどうぞ。よっしゃ、第2試合見ていきましょう。ステージはデラクランクストリートです。それでは、行きます。3、2、1、ウィークリー。ウィークリー。やべえ。デラクラか。いやー、でも結構な、モノクマでデラクラか。でも、あれっすよね、ウェルプレイでもモノクマ結構いましたよね。いましたね、今、結構熱い、モノクマは。いや、メダルすっといてよかった。多分また人さんたちが先3点取りそうですよね。編成的には確かに。編成的には取れそう。だったら勝ち。ルチアーノがいるのか。飛行士さん？ルチアーノ。飛行士さんじゃない。メイン出してきたね。さて、リッキーは。なるほど、なるほど。おお、いいな、いいね、いいね。いやまあね、いい感じに、ね、ウォルターはできて変えないで、あ、詰めるんだ、ちょっと見えたはじいてマジか、剣弾も入って、これはそうそう、フリーそうだけど、いやでもこれ先に3点取るためにこれをやったんですか。なるほどね、安定で取るんじゃなくて一回見だかき乱してからみたいな感じなのか。あ、でもこれいや、ガル通れるんじゃん。いや、クベールだ。すげえ。クレちゃんが入った。そっか、裏はクレールとガルガルで、ケアできるかな。いや、お母さん、モノクマ倒せないか。なんか、あれですね、モノクマからガルガルがエリアになってて。あ、なるほど、なるほど。感じですね。あ、先取られるの怖くてエリア入れたみたいな感じですかね。まあ、確かに。なのか。このステージだったらイリアの方が先取りやすいし、いやでも HS 強いなぁ、レッドチームは HS がマジで強い。そうなんですよ、ね、ルチアーノが溜まれば試合動きそうですよね。ルルカも溜まります。ただ一人で踏みに行くのボイドきついと思うけど、さあどうだ。お母さんだよな。サイレントも食らって。これは結構きつい。まあ追い返すだけでルチはいいから。まあ確かに確かに、溜まりさえすればなんとかなる。まあでもこれ、HA フィールド上のモノクマがマジできついよな、ルルカとかグスタフは。まあ、ルチも射程長くはないから、結構、しんどそうでは。お母さんかけてようやくイーブンぐらいですかね、これ。お母さんかけたけど、いやけど、結構入りますね。これ、ルチアの大丈夫か？なくなった、家が。さあ、デルミンがルチ拾えればいいんだけど、黄色いなさそうですね。拾えなさそう。カウンターとして、いや、第一失敗、余計うまいな、ヘルテンの偉い。そう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 、ね、ボイドはヒーロースキルを吐くのか吐かない吐かない、ギリギリで耐えて、いや耐えするけど、いけるか、いけるか、おお、まだいくか、まだいくか、まだいくかすげえ耐えきる、マジでそこ計算できるんだな。そう、ちゃんと合わせていくが、いやー、モノクマ遠いな。これはどうなる？これ誰も抜けてないですね、これ。避けてるかな、デルミの HS。デルミの HS は避けれてる。さあ、最後の頼みの綱、ルルカ HS。お母さん入ってる、お母さん入ってる、お母さん入ってる。これはきつそうだな。お母さん入ってる。さあ、モノクマ爆弾が？いや、でもこれモノクマ爆弾で浮いてるよ。おっと、何してるんだけど、マジか、嘘でしょ、嘘だよね、いや、いける、いっぱい、マジか、マジで何言ってんのかよ、いや、うますぎ、うますぎる、モノクマ爆弾がグスタフ飛ばしたのが勝ち筋でかすぎるな。モノクマ爆弾でグスタフ飛んだんだよね。モノクマだからこそみたいな感じありますね、今の。マジでか、いや、あれ耐えきんのか、すごっ、すげえ、 HS ラッシュ全部耐えて、ボイド作りの会長さんから見てもすげえっていうぐらいだった。はい、なんかこの試合だけ声が取れてなくて音もないんですけど、僕がね一人で喋っていきたいと思います。 BGM つけて、はい、
これが準々決勝かな。で、1戦目に取ったやつが準々決勝ってだいぶ前やんけ。まあね、チーム数が70チームぐらいいて、まあ、公式大会レベル、公式大会以上かな、に、規模がでかかったので、まあ、上がってきたチームもね、かなり、僕が知ってる人多かったですね、うん。てっぺんバトルで優勝してるようなチームをね、ちらほら見かけてて、あとウェルプレイとかも、まあ、かなり見応えはありました。で、ダラクランクストリート、まあ、これ予選はステージが決まってるので、まあ、皆さんね、デラクラに合わせて編成をね、大会前には考えてきたのではないでしょうか。まくり対ジャニーズですね。環境編成対環境編成。まあ、ただジャニーズは、まあ、昔に比べたらちょっと弱くなってるんですけど、ただ、まくりに対してジャンヌがいるので、強いんですよね、メタとしては。ジャンヌの福音があれば、一回まくられたとしても復活するので、まあ、綺麗に残機削られなければ、有利と。で、まくりって基本的にみんな脆い中で、ジャニーズはね、瞬間火力がめちゃめちゃ高いので、まあ、有利は有利なんですけど、まあ、まくりのね、今強いところは、ヒキレンチュンリーが出てきたことによって、まあ、ウェポンがかなり多いんですよね。その号令集荷のチュンリーとかだったのが、まあ昔そうだったんですけど、まあ今だったら、まあヒキレンユララとかで、まあ火力出せるようになってるんで、まあ昔はチュンリーのサポートで、まあフルカナナが拾ったり、ガンナーが拾ったりっていうところだったんですけど、今はね、デズが、支援して、チュンリーと竜で火力出すみたいな、まあ、まくりはまくりなんですけど、まあ、立ち回りがね、昔と変わってますね。さあ。奥取れてるんですけど、奥って守るのやっぱ難しくて、火力が相手高かったり、まあ、自分たちがね、守る側になってくるとだいぶ厳しい。まあ、ここでデズがね、裏行きましたね。裏行ったんですけど、まあ、判断的には、自陣削った方が良かったかなって思います。まあ、裏は、赤チーム守りやすいし、その、まあ、ジャンヌがね、ヘイト集まんなければ、ジャンヌは耐久しやすいので、まあ、3対1で一瞬でボコボコにするのが、得策だったかなーって、これ、見てた時は思いました。さあ。ジャンヌが硬いですね。で、福音がもう溜まっちゃったんですよね。ジャンヌを一回見捨てた時に、見捨てたっていうか、まあ、無視した時に。で、ジャニーズが、まあ、復活して、まあ、一瞬劣勢だったんですけど、一気に巻き返しましたね。で、これで 4-1 安定。で、まあ、クリアヒーロースキルがたまんないとかなり厳しいので、まあ、残り15秒だから、ちょっと厳しいかなっていうところですね。まあ、ただなんか、バチバチに殴り合ってくれたので、見てる側はめちゃめちゃ面白かったですね。うん。楽しい。で、まあ、最近あんまいないキツネとかがいたのもね、面白かったかなって思います。って感じで、まあこの試合は終わり。ありがとうございました。よし、トロッと2台飲んでやっていきましょうかね。3試合目、つってでやっていきましょう。はい、3、2、2 1。ウィークリー。さあ、準決勝進出のラストのチームの決定戦。3試合目でもつれて結果どうなるんでしょうか。出来たてチョコプロネタイ、踏ん張り温泉ですね。はい。うん。すごい名前だな、今更だけど。いや、でもまあ、踏ん張り温泉とか出来たてのチョココロネとかまだそんなあれじゃない。昔なんかゲーミングウンチなんて言うから。50文字ぐらいのチームを見たな。いたな。タンポロとアツシオミデズ。このうちアツシが初動の床打ち前に1回 HS 溜まるっていうのがあるので、これで1回まくっちゃおう。水と一緒に溜めれば。キテちゃんも飛んできた。これは
あ、デスに打ってデズの広げる HA を止めたかったか。止めたかった説あるけど、お、これ広げないんだ。奥飛びするんだ。あそこ奥飛びだよね。ただ、これカード切り間違えたんちゃう。でもこれ、コロラッチは耐えられないか。コロはきつそう。コロは耐えられないですね。まあ、ドライン溜まっ、ドラインじゃねえや、半人半個溜まったんで、そっから。ただ波上がってきて、ここで1回目まくれるかどうか。ここでソロ角か。えらい。ドルケがどうすんだろう。旗を外す。おお、避けてる、DA。マジか。ソーンで避けた。半人半個終わっちゃった。終わっちゃった。触ってるずに対してきてる。これでも、きつそう。落ちちゃうなぁ。しかも1回目のヒーロースキルはふわっと。いや、しかもここで踏まれるとデズの HS もたまんないしな。これアツシが頑張ってダッシュしてなんとかどかさないと。ただどかさないといけない。でも近距離狙ってますね。ダッシュしないってことは、うん、DA しないってことは近距離狙ってて、うん、2発目は一緒に溜めないんだ。アツシ君どうすんだ。どうする気だ、どうする気だ。さあもうブルーチームかなり HS がいいんだけど、2つ目捨てる感じですね。でデズが吸いに行く感じかな。なるほど、旗があるから。なるほど、なるほど。でもこれで1回 DA 入れて、あつし前来た、 DA 入れた。これでちょっと吸った。さあテスラから、はい、これでそれから吸って空が消えた。ここで最後なくなっちゃうけど大丈夫なんかな。もう消えなくなりますよね、これ。そうですよね。で、デスは溜まってるのか。デスは溜まってるけど、テスラよりもあ、メグミも溜まってますからね。ああ、これ、オミが落ちちゃった。落ちましたね。落ちちゃった。ドル系足りてるし、これかなりきついです、ね。火力源が。おっと、これ吸った。H スも打つべきだと思うけど、打たないか、打たないか。オミの復帰を待ってるのか。たぶんポロがそろそろ溜まりそうな。ポロ見ようか。これギリ溜まるな。これ当たった。溜まりましたね。ポーンで帰ってキテルちゃんも多分デズニツ。さあテスラがモノリスを来ました。打たない。お、コイルがいい位置にありますね。デズはしっかり落としてからトータルミンだ。ただを見出してキテルは当たっている。いいね、いい、うまい、いい連携が綺麗。そうですね、赤チームちょっと攻め方迷っちゃった感じがありますね、途中。確かに確かに。そうですね。1回目の半人半個失敗して2発目を貯めるのではなく、もうなんかデズのまくりに対して戦略って感じでしたもんね。メグミンスルーで奥詰めに行った判断がどうだったんだろうっていう。まあ結局 DA 入れてもすぐ溜まっちゃうしな。